はい、プレイボールどうも野球人です。広島カープ太田大志獲得調査か鈴木誠也の後釜にフィットということでございまして、広島がですね、2チャムをノンテンダー FA になった太田選手を獲得調査しているんじゃないかということですね、結構話題になっておりますので取り上げてみます。ではまずこちらからご覧いただきます。はい、ではなぜ獲得の噂がというところなんですけど、12月6日日刊現代の記事ですね。広島が太田大志選手の獲得に乗り出しているという内容が、記事に記載されました。で、年俸面も格安で獲得できるためゴーサインが出たと関係者が証言していたということでございまして、まあ、ざっとこのような、ね、内容が、記事に載りました。このことからですね、話題となっております。まあ、広島ファンからすればですね、まあ、太田選手、来てくれるのかみたいなね、感じにはなっているんですが、ただで信憑性には欠けるかなというのがですね、やっぱ日刊現代というところって、かなり飛ばしというかね、まあ、ほぼ取材せずに書いているようなね、記事がほとんどなので、なかなか、まあ、やっぱりこれだけだと、まあ、獲得調査に絶対乗り出しているっていうのはね、言えないかなっていうふうには思うんですけれども、まあ、それでもね、可能性っていうのは確かになくはないのかなっていうふうには思いますので、まあ、そのことをね、まあ、前提にお話ししていきたいと思います。ではまず太田選手、どのような選手かというところを振り返っていきましょう。はい、では見ていきましょう。太田大志選手、プロ13年目の選手です。出身地広島、1990年6月9日まで31歳、188cm、94kg、 ポジションは外野手で右投げ右打ちの選手です。2008年ドラフト1位指名で巨人に入団いたしました。年俸が今シーズン1億3000万円。巨人では2軍で活躍するものの、なかなか1軍で出番がもらえずに苦しんでおりましたが、2016年オフに2チャームへトレード。移籍後はついにその才能が開花し、プロ9年目で初の規定打席に到達。そこからは走攻守揃った外野手として4年間レギュラーとして活躍しましたが、5年目の今季は大不振に陥り、スタメンを外れることが多くなっておりました。はい、ということで、まあ、2チャームに行ってからですね、しっかりとレギュラーを取れるようになった太田選手でございます。今シーズンはね、不調もありました。年俸との兼ね合いでね、候補に2チャームを自由契約、まあ、2チャーム側はいわゆるノンテンダー FA と表現しておりますが、まあ、事実上のですね、戦力外に近いね、ことを、まあ、してきたということでございます。はい、ではその太田選手成績もね、しっかりと確認していきましょう。はい、では成績見ていきましょう。NPB 通算成績が770試合で2割6分1厘、640安打、75ホーマー、29盗塁、BBK が 0.27、スリーリス3割1分、OBS が 0.719 という成績です。まあ、ほとんどがですね、2チャームでの成績にはなるんですけれども、広い札幌ドームでですね、安定した成績を残し続けておりました。OBS も 0.7 超えていると。はい、で今期なんですが、76試合で2割4厘、191打数の39安打3ホーマー、BBK 0.28、スリー率2割5分、OPS がですね 0.556 ということで、まあ、かなりね、まあ、不調ですよね。通算成績から見比べてもぐっと落ちた成績にはなっております。で、2軍では29試合で2割4分1厘、111打数の27安打6ホーマー、BBK 0.24、スリー率2割7分7厘、OPS が 0.751 ということで、まあ、2軍でもそこまでは打ってないかなっていう感じですね。で、まあ、でも1軍よりは打っているという成績でございました。というわけで、まあ、とにかくですね、今季の成績は良くはありません。ただですね、今季 FA 野手なしで、まあ、貴重な戦力ではあるんですよね。結局 FA はですね、又吉選手のみということでございますので、まあ、野手はゼロと。まあ、広島自体はですね、まあ、FA で獲得するっていうことはないんですけれども、まあまあ、それを加味してもですね、まあ、やはり魅力的な選手かなっていうふうには思います。まあ、実際ですね、広島は獲得するのかどうかというところですね。まあ、今のところ現代が報じているだけなので、まあ、なんとも言えないところなんですが、まあ、実際はどうなのかというところね、考察していきましょう。はい、では実際獲得はあるのかというところですね、見ていきましょう。まず、一つ目ですね、獲得に当たる理由としてはですね、鈴木誠也選手の流出というのが、挙げられるかなと。まあ、これが一番大きいですよね。NPB でナンバーワンの打者でございましたので、そういうことを考えればですね、穴っていうのは非常に大きいです。そこを埋めるためにですね、まあ、しっかりと補強していかないと、まあ、いけないということでございますので、ここがね、まず一番に挙げられるかなと。
そして二つ目は右打者が少ないと。カープね、非常にいい、若手っていうのがどんどん出てきてはいるんですが、左打者が大半なんですよね。右打者っていうのは少ないと。ドラフトで、二人ですね、しっかりと社会人の右バッターっていうのを補強したんですが、やはりルーキーっていうのは未知数なところが大きいので、そこまでね、頭数に数えてはいけないのかなっていうふうに思います。そういうところで右打者の太田選手っていうのは、まあ非常に魅力的と。そして、3つ目、外国人野手がマクブルームのみということでございまして、新外国人選手ね、マクブルーム獲得しましたが、メヒアをリリースしたためですね、まあ、野手も1人だけになるんですよね、新外国人のマクブルームのみということでございますので、割と偏った編成かなっていうふうには思います。さらに、まあ、コロナの影響でですね、マクブルーム自体もちょっと開幕にね、入国間に合うかどうかっていうのがわからないので、もしかしたらここも遅れるかもしれないと。となったら、まあやっぱり追加の戦力っていうのは欲しいと。はい。そして4つ目は広島出身ということですね。まあ地元出身広島。これはね、まああんま関係ないかなっていうふうには思うんですけれども、まあいろんなね、球団から複数団、ですね、球団から提示された時に、太田選手がですね、まあ地元の広島を選ぶっていう可能性もね、まああるのかなっていうふうに思います。はい。そして5つ目、試合間隔も66とまだ余裕があります。まあ、他球団見るとですね、結構ギチギチのところもあるかなっていうふうには思うんですけど、66ということで、まだまだね、比較的に、空いてるところかなっていうふうに思います。一人とっても67と、まあ、あとは育成で開けてっていうところも考えてもですね、十分にね、取る余地はあるのかなっていうふうに思います。はい。まあ、このような理由からですね、取る理由は、まあ、非常に豊富かなというふうには思います。まあ、動いてもね、おかしくはないのかなっていうふうには思うんですが、まあ、ただ、広島はですね、補強に積極的ではない球団なので、まあ、そこがどうなるかというところなんですが、まあ、獲得あるかどうか、ちょっとね、コメント欄にいただければ、嬉しいかなっていうふうには思います。もしね、ない場合は、どこの球団に行きそうとかね、そういうところも書いていただければなっていうふうには思いますので、お願いいたします。では、最後ネットへの反応を見て終わりましょう。はい。では、ネットでの反応を見ていきましょう。鈴木誠也抜けたし、札幌より狭い松田だし、カープ的にも太田的にもメリットありそうということですね。やっぱ鈴木誠也選手抜けたっていうことで、まあ補強したいと。で、まあ札幌ドームかなり広いので、まあバッターがね、やっぱ不利なんですよね。フェンスも高いですし。まあそういうことを考えるとですね、まあ太田選手松田に来て成績をね、また戻す可能性っていうのはあるかなっていうふうには思いますし、カープもですね、安く、まあ太田選手を獲得できそうであればですね、まあ、そこは全然行っていいかなっていうふうに思います。お金もね、結構残留資金使ってるんでどうかなっていうふうに思うんですけど、鈴木誠也選手が、まあ、一応ポスティングっていうところで、まあ、そこで、まあ、決まりさえすればね、ある程度10億くらいは入ってくるかなっていうところなんで、まあね、なんとかね、捻出はできるかなっていうところでございますので、まあ、ここがどうなるのかというところですね。はい、こちら見ていきましょう。あの広島が太田大志の調査始めたか、もちろん今年12球団ワーストの打線だった中日も調査に動くよね、ということで。そうなんですよね。結構、まあ、太田選手欲しいって言ってるのが中日ファン、なんですよね。中日はやっぱ打線的にもかなりね、去年ひどかったですし、まあ、補強はしてほしいと。ただ、新外国人の調査が今凍結しておりまして、まあ、そこが、まあ、取らないんじゃないかっていうふうにはなってきております。そうなった時にですね、やっぱ国内での移籍っていうところがね、欲しいところではあるので、まあ、右の外野っていうところで、太田選手っていうのは本当にピンズのな選手なんですよね。ただちょっとね、その動きっていうのは今のところ見られないので、まあ、結構広島ファンを羨むというか、中日のフロントを、まあ、批判する声っていうのがちょっと増えてるのかなっていうふうに思います。ので、まあ、今後ね、広島以外に中日、ここがね、どう動いてくるかっていうところもね、まあ、ちょっと見ものかなというふうに思います。では、今日は以上です。よければチャンネル登録、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット。ありがとうございました。